皆様こんにちは。ストリートファイター5の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。現在の LP は4225でございます。これを4500にするため日夜精進しているセントスでございますが、ちょっと喋り方うざくいきたいなっていうふうに思いまして、こういった形にしてみました。ちょっとねっとりしていたらいいなっていうところではあるんですけれども、残すところ3キャラとなったトライアルモードやっていきたいというふうに思っております。今回使うキャラクターはハンハンでございます。ハン、ちょっと難しそうですね。テクニカルなキャラですから、まあ、技名は大体わかるんですが、二冠脚なんかとなんかジャンプ強パンチ、しゃがみ中パンチ、二四球、ケイケイ、曲がいいですね。軽やかでございます。前ジャンプ強キック立ち強パンチ、あちょっと難しいですね。強キック、あーうち、あ間違えた、強キック大パンチ、こんな感じですね。あー間違えた、ちょっと待ってください。パート2でここまでミスったことはあれからのジャンプ強パンチ、しゃがみ強パンチ、 EX29、こんなの入るんですね。ファンはちょっとねあんまり修行してないですかね。しゃがみ強パンチ、弱両弁打、両弁、ああこれか、あんまり使わないですよね。でもこれできると強いですね。立ち強パンチ、カウンター、弱二冠脚、しゃがみ中パンチ、弱相当者、こうかな。あでも難しいですよこれ。なるほどなるほど、これは実践的ではありますね。まあ、あのクラカンコンボってやつですね。しゃがみ強パンチ、 EX 両弁打、 EX 相当者、イエーイ、ちょっと、なるほどなるほど、このワンテンポワンテンポっていう両弁打に対してこういう感じで追い打ちができる。ジャンプ強パンチ、しゃがみ中パンチ、弱相当者、シシグリで、ええ打ったし、連打しないと出ないのが戦闘式、いやさゴミのようなコマンド入力でございましょう。にって書いてある漢字が間違ってるんでしたっけ、ファンのこのお腹、え、あこれか、これですね、 OK です。タッチューキック、チューの相当者、はい、あれOK、全部最速じゃないと繋がりませんと。残るところは2つでございます。ジャンプ強パンチ、立ち強キック、毒ノーム、あキャンセルできるんだ。立ち強パンチ、強の、ああはい、これはそんな難しいコンボではありません。でもねジャンプ強パンチか立ち強キックの繋ぎはむずいっすね。あ繋がるわ、結構簡単なんだ。連打しました、もう見せれませんからね。ラストがちょっと問題ですね。立ち強パンチ、カウンターから、2連攻、これか、これで毒ノーム、立ち強キック、しゃがみ中パンチ、弱の相当者、シシルイルイと、あーなるほど、ちょっとむずいかもこれ。あ全然難しくなかった、流れさえ覚えちゃう、大事ですね。間違えました。よかったです。はい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 、ファンはファンが多いんですけれどもね、ファンはファンが多い、今滑らかに言いましたけれども、なんかちょっとおかしかったですね。ファンはファンの方が多いんですけれども、なかなか使う方が多くないので、そこら辺はねちょっとファンファンの方はね、ファンファンファンの方もね、もしかしたら寂しい思いしてらっしゃるかもしれませんが、まあ難しいんですよ、なかなかね。やっぱり自分の勝ちパターンっていうのを持ってるキャラっていうのは強いんですけれども、ファンっていうのはねなかなか勝ちパターンというのがなくて、いなし続けて逃げ続ければうまくいけば勝てるみたいなキャラですから、そこら辺はちょっと難しいのかなと思いつつ、さあ皆様お待ちかね、ランクマッチのお時間です。使うキャラクターは剣を筆頭に、この後相手の方が使うキャラクターをその次の試合で使うというルールです。剣ねー、ポテンシャル高いんですけどね、まあ、なかなかどうして難しいところは否めませんよね。待ってた待ってたぜ、ケンケン、おうおう、待ってた待ってたぜ。ちょっとリズミカルでしたね。あちょっと金髪が白っぽい、染めてるんでしょうね、眉毛も黒いですし。ふんは、脱巻してみきゃ、
コンボはこう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 難しいですね。ジャッケジャッケ後ろ中継後ろ中継前強継前強継前強継そしてなるほどなるほど。でこっちの時はあー試せなかった。確か V トリガー中は中竜巻からなるお打ちができるんですよね。確か確かご存知かしら。では1戦目ささっとやらせていただきましょう。まあ昇竜拳持ってますかな。昇竜拳の投げだけでなんとか食っていきましょう。コンボはまだまだ発展途上。これがねやはりランダム使いの悲しいさがでございますね。あまたキャミーだ。しかもこれはうわあ落ち着いてくださいセントスさん大丈夫。キャミーは体力900ですよ。はめられたら負けですけどもはめられなければ勝ちでございます。これ大事になってくるのが V リバーサルなんですよね。キャミー戦っていうのはやっぱりその有利を取れる技っていうのが多いのでそこに対してちゃんとねキックなんですよね。剣の V リバーサルキーンと飛んできて平員任務完了。ラウンド1波動拳打ちます。嘘です。打ちます。おいしょアウチ。なぜ今いけなかったのか。あそこちゃんとキャンセルできないとダメだよな。こっちが有利なんですけどもね。難しい。どうしていいか分かんないな。ヘル一回打ちます。次の試合に向けてこいつはパナスやつなんだそう思わせるための勝利権でございました。しかしねやっぱり技が当たっていても火力差が出ちゃいますよね。ここら辺が連動の低いキャラの残念なところでございます。あ相手の方も出てなかった。うまくいるそりゃそりゃもう一丁今打ったのに見えてたのに嘘今のハメ技なのに怖いですよ。わかんないこれは。出なかった。ぶっぱでしょ今のはいくらなんでも驚きの一手。ちょっと自分もですねあの体力だったら中段一発パスッとね狙っていってもよかったのかもしれないんですがちょっとなんか技をポン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 押してるだけで当たるんじゃないかなみたいなね、そんな自分の浅はかなりし読みもあったりもしました。でもですね最後のあのキャミ使いの方の選択肢としてはバツーンとスパイラルアローが向こうに行っちゃうので反撃は入れづらいんですよね。多分最速でやれて入れるものあんまりなかったんじゃないかなみたいなところでございます。なんかあのですね普通にやっぱ座りながらゲームプレイをしてるんですけれども座っているとですよあのズボンのいやごめんなさいズボンと言ったらいけませんねパンツのゴムがですねちょっと苦しいんですよね。あのね太りましたね最近ね。やっぱりなんかちょっとこう忙しい時期が続くとご飯を食べたくなっちゃうじゃないですか、まあ、特にですよやっぱりラーメン食べたくなっちゃうんですよね。さすがにですねうますぎる。おいしいおいしいラーメンが俺のラーメンを食らえ俺のラーメンラーメンタイプ。オーマイガーそう通常だがあら勝利権が釣ったの。あお釣れてない。え今当たったモーションがまずいですね。普通にさっさっほいっとやられちゃってますね。こういう方はですね一回画面足を追い込んでラッシュができたらいいんですがなかなかそこまで行かせてくれないようなきつさはありますね。さあこうなるときついですよ。
ワンコンボいいですね、いいですか。やべえ、相手のあのペースだ。やべえ、やっちゃった。どうですか、かっこいいコンボ、アクセレーション。自分はですね、やっぱり無機にやるなりやすい性格ではありますよね。相手の方がノールックで勝利権をしてくれるならこっちもしますよみたいな。ああ、しかもちゃんとクリティカルアーツも打っちゃってガードされててもフォローはできてる。あ、やべえ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 、もうゲージパンパンなのだもの。これ飛んでくる空気ある。なんで、なんでや、いやもう勝利打てない。よかった。しかしきついですよ。出なかった、終わった。もうマジか。うわ、これ LP やばいぞ。これやっちまった。これ大事件ですよ。これはこんなに減ったことあんまりないんじゃないですか。147、これ4000切りますよ。いいですね。今回2連敗、この試合からきっちりと勝たせていただきますよ。どんな猛者が来ようともこの拳一つでハドーケ勝利拳竜巻戦未却三種の神器でございます。もう竜はね、これ以上技が増えちゃったら嫌ですよ。もう本当になんかこの後駒投げとか増えちゃったらね、もう竜やばいです。あっ、石化してる、素敵、飾りたい。あ、やばい、落ち着け、落ち着くんだ。勝利拳打つよ。終わった、皆さん終わりました。もうもう自分の竜に何も期待しないでください。マジ気合い入れますからね、これ。て負けてなんねえぜ。なんでだよ。マジか。よっしゃ、おら気合い入れていくぜ。なんで強敬のクラカンコンボ当たんないんだ。さあ来いや、飛んで来いや。間違えたぜ、おら。じゃあ止め、ガロード、やめて、待ってすい、待って待って、ブッブッ、あるよ。おお、安いよ。アウチ、アベシ、なんということで小学校、やべえ、安っ、やべえ、今の、あ、逃げて、これダメだ、ゲージ細かくいきましょう。確定です。あ、確定です。今中足ハードで良かったですね。なぜ台足を打ったのか、しかも台足当たっても勝てないっていうタイプでしたね。いいですよ、しっかり。飛んでこい、いいですか。こうやってしっかり剣術に行くことが大事だ。剣術に、さあ白ゲージ回収、チューした、はい、回収しました。あとはもう逃げるだけです。ブッパ、アウチ、やめて、うわ負けそう、勝利、あーやった、これが、うわ
さっきまで闘志あふれる自分の姿はすでにない敗北者のもう負けた顔をしてましたね。今自分はね、今勝利当てて勝ったところで君は一体何がやられるのか。天国からセントスさんはそう言っている。ま、勝ちですけどね。本物できる男セントス、この私セントス目の、え、相手の方国旗どうしたこれ、ブラザーほんとこれ、え、5本ですよね、あれ5本ですか、5本ですよね、5本ですって、5本って何ですか、え、だ、え、これ日本人がブラジルを偽ってるのか、ちょっと待って、あ、普通だ、え、普通だ、普通だ、どっこいどっこい、投げれてる、当たる、落とす、怖いです、あ、投げれません、よかった、どうですかこのコンボの鬼、投げは一度も使わずコンボだけで完封、このポーズ見てください、自分もよくお風呂場でこういうポーズ撮ってます、誰でも撮ります、おいさー、おいそー、おいそー、はいしゃー、ういうえー、セントスコンボ、ポポポポポ、やばい、さすがに、やばい、やばい、よかったです、なんと水上剣、チョプラチョプラ、ういや、ういほい、ういや、ほい、あ、やったー、ういや、ほい、ほいや、うい、でも相手の方の名前ブラジル人っぽいんですよ、すごい、日本とブラジルはもしかして点と点が線になった、日本はブラジルだった、そしてブラジルは日本だった、地球は青丸かったというところでございます。考えてみたら地球でしたね。最後の1試合勝つとやら、あ、勝つとやらせていただきましょうって言おうと思ったんですけど、このベガの方の衣装、てかベガの衣装ってなんでこんな豊富なんでしょうね、あ、かっこいい、なんか若き青年症候感がすごいですよね、なんか緑の時もすごいそう思ったんですけども、このねコンっていうのもちょっとブレザー感あるじゃないですか、入学式でベガくん、はーい、俺たちはやりたいようにやっていく、先行たちの言いなりにはならねえみたいな、あー学生服だ本当に怖っ、逃げよう、やべっち、あ、ミスりました、おい、負けます、ポポポ、なんポポポが出ないんですけど、もう終わったー、白飯、え、え、飛んでこい、有利ですからね、あなたがね、え、ちょ、今のめくり、なんだそれ、よかった、ブー、今の一体何だったんでしょうねボユボユとか言って、絶対チュンリよりも戦闘を舐めてるな、ベガは見た目が、いてっち、チュンリのサンフレ技が分かんない、やっちまった、
いやそこまで追い詰められてなかったでしょ、体力相手の方の方が多かったし、驚きの一手でしたね。こっちもゲージなかったのにな。あ、これ負けそうですね。負けます。うますぎる。投げれて、ポン、ダイチ。あれどうすんだろう。やべい、おいしい、ひょまずいっすよ、おいしい。日本語っていうのはこんなにも使うのが難しいものだったんだなっていうふうに思いました。対戦中に自分が話した言葉、ケイヤーやったぶ。いやー、皆さん、これで実況プレイ動画名乗っていいなんて、そんな世界許していいと思いますか。あります。自分はそんな自分を許していきたいですね。そして皆様もこの動画を許してくださる、もちろんマイリスも入れてくださる、コメントもしてくださる、しかもセンタムタムタム、かわいいタムタム、なでなでしたいタム、字余りという形でございます。もうないっていうか分かんない、ごめんなさい。自分は至ってシラフでございます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。